地下鉄道、地下鉄道、地下鉄道は19世紀アメリカの黒人奴隷たちが奴隷制が認められていた南部諸州から奴隷制の廃止されていた北部諸州、時にはカナダまで亡命することを手助けした奴隷制廃止論者や北部諸州の市民たちの組織。また、その逃亡路を指すこともある。地下鉄組織とも呼ばれる。 最も頻繁に使用されていた1810年から1850年の間に3万人から10000人が地下鉄道の助けを借りて奴隷状態から逃れたと推測されているが公式の国勢調査ではその数は6000人ほどと計上されている。地下鉄道は一般に自由を商用する価値観の象徴的な存在となっており、同国の黒人、 アフリカ系アメリカ人死に追いも特筆される事項である。この逃亡法助網は、物理的に地面の下に設置されていたわけではなく、地下に潜る、隠れるといった、秘密やアンダーグラウンドを表す意味で、地下鉄道と呼ばれていた。地下鉄道は主に、秘密の通過道、乗り物、待ち合わせ場所、隠れ家、そして、奴隷制度廃止論者たちによる誘導や補助で構成されていた。 特に廃止論者たちは地域ごとの小さな班に分けられ自分たちの地域だけにおける地下鉄道の詳細な情報を知るという習わしだった。一つの停車駅から次の停車駅へ黒人たちは停止地点ごとに違う人々の補助を借りて目的地まで進んだのである。これによって誰一人として逃亡中の奴隷たちの目的地までの道のりの全容を知ることがなく 地下鉄道の秘密と奴隷たちの安全が確保された。また、隣り合った停車駅同士は、親戚の関係でつながっていたということも多かった。奴隷制度廃止論者である白人、生まれつき奴隷でない自由黒人、過去に奴隷だった黒人、そしてアメリカ先住民などの人種に属する人々が、この線路上で、車掌として逃亡中の黒人たちを手助け、誘導した。フレンド界、 回収派協会、メソジスト協会、バプティスト協会などの宗教的な機関も、この地下鉄道に大きく貢献した。また、奴隷制度廃止派の考えは、書物、新聞などを通して出版され、合衆国中に広められた。逃亡中、奴隷たちは通常、昼間は隠れ家にかくまってもらい、夜中に次の停車駅へと旅をした。ただし、毎晩、 止まるところがあったわけではなく、森や沼地に隠れなければならないこともあった。地下鉄道は、一般の鉄道に例えられてできた用語である。この用語を使えば、一見普通の鉄道について会話しているように、聞こえるため、秘密を守るために使われるようになった。自由国人で商人だったは、地下鉄道の父と呼ばれ、月に六十人の頻度で、 総計で何百人もの奴隷が逃亡するのを助けた。彼は、ペンシルベニア州フィラデルフィアの自宅に奴隷をかくまうとも、あった。スティルは、助けた元奴隷たちの電気などをこまめに記録しており、亡命後の奴隷たちとも文通を続けた。さらに、その元奴隷たちの家族への手紙を届け、彼らとその家族との間の恩心を守った。スティルは、この経験をもとに、地下鉄道という本を、 南北戦争後の1872年に出版した。地下鉄道組織内のメッセージのやり取りには、隠語が使われ、関係者以外は理解できないようになっていた。例えば、2時に大きなハム4つと小さなハム2つ、経由で送りましたという伝言は、大人4人と子供2人をハリスバーグからフィラデルフィアに送ったを、 意味するが、経由でを加えることによって、普通に直通列車で移動したのではなく、遠回りのレディング経由で移動したことを意味していたのだ。だから、この伝言を入手した当局は、奴隷が亡命する前に捕まえようと通常の鉄道の駅で待ち伏せしたが、スティルは別の場所で、奴隷たちと打ち合うことができ、後に彼らをカナダに無事に亡命させた。1820年代に、 地下鉄道が発達する以前の1600年代には、すでに奴隷たちが補助を得ても得なくても、主人の元から逃げ出していた。メリーランド州とオハヨ州で運営されていた、アメリカ発の商業用鉄道東西、ボルチモアオハヨ鉄道は、偶然にも北へ向かう、地下鉄道と交差していた。地下鉄道という呼び名は、1831年に、 ケンタッキー州に住む主人から逃亡したタイス・デイビッツの出来事がきっかけではないかと言われている。デイビッツは、著名な廃止論者で、長老派の牧師でもあったジョン・ランキン。ジョン・ランキン、1793から1886の助けによって、オハイオ川北岸のオハイオ州リプリーに亡命した。ランキンの自宅は、オハイオ川を見下ろす丘の上にあり、対岸から遠望された。 デイビスツの主人は彼を必死に追跡したが、彼があたかも地下の道に入っていったかのように消えた途劇について語った。ランキンは影響力のある廃止論者だったため、この話はすぐに有名になり、地下、アンダーグラウンドという言葉が用いられるようになった。奴隷たちが逃亡して目指した北部の州では、歴然とした差別はあったものの、一応、自由の身になれた。だが、 1850年の逃亡奴隷法の制定以後、北部の州でさえ住むにはとても危険だった。そのため、カナダなどの外国が逃亡先として好まれるようになった。上、カナダでは奴隷貿易が1793年に修復知事によって廃止されていたし、大英帝国では1833年に奴隷制が完全に廃止されていた。およそ3万人の奴隷たちが無事に、 カナダに亡命した。中でも当時人口の少なかったカナダの領域に逃亡した奴隷たちは重要な罪となり、オンタリオ州の現在の黒人人口が他の州に比べて多いのはこのためである。メキシコでは1829年に奴隷制が廃止され、また1819年までフロリダ州はスペインの法域だった。逃亡した奴隷たちの主な行き先は、 ナイアガラ半島やオンタリオ州ウィンザー近くにある南オンタリオだった。二十世紀になり伝統的な言い伝えに氷炭型の瓶をたどれ、フォロスドリンキングゴードという歌がある。氷炭型の瓶とは飛尺型をした北斗七世のことで星座のオ熊座マを意味する。その飛尺の中にある二つ星が北極星を指していた。北極星は夜空で一番明るくオグマの一部であり、 オグマザは北の方向、つまり自由の方向を指していた。ただ、研究者の間では、この歌は奴隷制時代に遡るものではなく、南北戦争後に作られた歌だとする考えが支配的である。主な経路には、アパラチア山脈の東側へ、ペンシルベニア州やニューヨーク州を経由して、ナイアガラ半島へ、オハイオ州とミシガン州を経由して、ウィンザーへといったものがあった。 また、リオグランデ川を南に渡る経路、工事スや西方向へ開拓されたばかりの領土に続く経路もあった。オハイオ州は地下鉄道の活動にとって最も重要な州であった。北部の自由州と南部の奴隷州とを分ける境界線上にあったオハイオ川北岸には、シンシナティ、リプリー、ポーツマスなど対岸の奴隷州であったケンタッキー州から川を 渡って逃亡してきた奴隷を保護する拠点がいくつも、存在した。そして州内のいたるところに、これらが市の拠点で保護された奴隷をさらに鍛え、逃亡させるルートが、網の目のように張り巡らされていた。また、奴隷州側にも、比較的北部の自由州に近く、中立的な立場を取っていた州には、例えば、デラウェア州の州都ドーバーのように、 地下鉄道が活動の拠点としていた都市があった。メリーランド州西部のアパラチア山脈のすぐ東には、コロンビア特別区の50マイルにもわたる通路を通る、よく計画された逃亡ルートが多く存在した。同州フレデリックは、このルートのちょうど真ん中に位置する。逃亡奴隷たちは、テキサス宗教のリオングランデ川を越えて、メキシコへ渡ったり、カリブの島々に亡命したりすることもあった。 元奴隷だったフェリックス・ヘイウッドはテキサス州での奴隷制度の中で次のように記した。しかし、地下鉄道という名称は通常このような南方の逃亡ルートを表すのには使用されない。逃亡中、本当の鉄道を利用した奴隷も稀にいたが通常は歩いたり荷車で移動した。奴隷たちを捕まえようとする追っ手を巻くためにうねりくねった経路をたどった。 逃亡者の大多数が40歳以下の農民の男性だったと言われている。逃亡の旅道は女性や子供には険しく危険すぎたのだ。ただし、通常は地下鉄道を通して逃亡し自由な生活を確立した奴隷たちは自分たちの妻や子供を主人から買い取り、その後一緒に暮らしたのだった。これが可能だったため、実際、 秘密の逃亡によって亡命した奴隷たちに加えて逃亡はしなかったが奴隷のみから解放され地下鉄道を運営していた勇気ある人々を感謝した黒人たちは相当な数がいた地下鉄道の詳細な情報が公的機関などに流出してはならないため道筋や隠れ家の場所などの情報はすべて口頭で伝えられた南部の新聞には 逃亡奴隷についての情報が頻繁に掲載され、捕まえた者には、主人から賞金が出された。このような賞金稼ぎを職業とした、奴隷捕獲人は、遠くはカナダまで奴隷を追い、捕まえようとした。働き盛りの屈強な黒人は、奴隷の主人たちにとって投資した動産であり、労働力だった。また奴隷ではない、自由黒人たちでさえ、拉致され、奴隷として売られることもあったのだ。 その黒人の自由を署名入りで正式に交渉した個人の自由証明書でさえ簡単に破り捨てられ完全な自由を保証するとは限らなかったのだ。1980年代以後、キルトのデザインが暗号の役割を果たし、逃亡中の奴隷たちに道のりや隠れ身のの方向を合図していたという説が提示されている。民間で語り継がれたこうした手話を元に書かれた 公然と隠されて、キルトと地下鉄道の秘話は1999年に出版され、話題を呼んだが、現在、このような伝承の歴史的な裏付けは、乏しいとされており、キルトに込められたメッセージが実際に地下鉄道の活動に寄与したかは、キルティングの歴史家を含め、多くの歴史家の間では、極めて疑わしいとされている。ただ、それとは別に、伝統的な黒人には、 暗号的な役割を果たし得た歌詞が含まれていたという見解は現在はアメリカの黒人学ブラックスタディーズの定説になっている。そっと行け、スティールアウェイや水の中を歩け、ベードインザウォーターなどがその典型である。こうした例化は確かに旧約聖書のエピソードやイエス・キリストを題材にした信仰の歌違いなく一見高いを望み見る。 悲願的な心情の現れであった。だが同時に、同じ歌詞が仲間内では自由の願望ないし逃亡の結航を合図していた場合もあり、霊カは優れた二重性を有したコミュニケーション志願であったことは間違いない。ヨルダン側、リバー・ジョーダンがこの世の生から死後の天国への境を意味すると同時に、オハイオ側の言い換えでもあり、約束の地、カナン、ザ・プロミストランと、 ケニンが北部自由州やカナダ、あるいはアフリカを暗示していないとも限らないのである。奴隷たちの精神構造に痕跡を残していたアフリカ的な世界観では、もともと生徒、族の間には断絶がなかったことを考え合わせると、このような二重性は当然のことであって、黒人霊化を単なるあの世的な宗教化の範疇に閉じ込めることは不適切と言えよう。 地下鉄道によって北部のの州州と奴隷州の間で摩擦が大きくなった北部には奴隷を自由にしようと活動する奴隷制度廃止論者たちにどちらかといえば共感した人たちは多くいた。また南部の人々は何年にもわたって脱走奴隷を捕まえるために強力な法律を制定しようと推し進めた。1793年逃亡奴隷法は 合衆国議会が承認した初めての奴隷制が廃止されている州での逃亡奴隷たちの問題について規制した法律であった。その後、南部州の議員を力もあって、議会は1850年に逃亡奴隷法を承認し、逃亡奴隷の捕獲が強制された。この法律によって、奴隷制が廃止されている州に亡命した奴隷は、もはやそこで法的に自由になることが不可能になり、 結果として奴隷はカナダや英国領土に亡命するしかなかった。またこの法律の制定により、オハイオ州などに通じる地下鉄道の発達が促された。これと同時期に南部では数多くの奴隷の反乱が失敗に終わっており、首謀者のみならず罪のない奴隷たちへの自刑団による報復の暴行が頻発、北部へ逃亡する奴隷の数がさらに増加した。 南北戦争で北部と南部の間の対立がピークに達した時には、数多くの奴隷たちや自由国人たちが連邦国軍の兵士として連合国軍と戦った。合衆国憲法第13修正が承認された。あとは他国に亡命していた黒人たちが合衆国に帰国しても安全になったため、地下鉄道はそれまでと逆の動作をとり、黒人たちが帰国するのを補助した。 少なくとも2万人余りの奴隷たちが地下鉄道を通じてカナダに亡命したと推測されている。これはカナダの社会に多大な影響を与えた。アッパーカナダ1841年からはカナダウエスと現在の南オンタリオに亡命した奴隷の数が最も多く、黒人カナダ人の自治体がそこで数多く発達した。トロント、ナイアガラフォールズ、 そして、ウィンザーの三箇所を結ぶ三角形の中に、そのような自治体のほとんどが存在した。特にトロントには1000人もの奴隷たちが住み着き、また、ケント軍やエセックス軍には、元奴隷たちの村が数カ村設立された。さらに、遠くでは、英国領、現在はカナダの一部に黒人たちの集落が構えられた。その中には、ジェームズ・ダグラス総督が黒人の移住を進めた。 ノバスコシアやバンクーバー島などの島挙げられる。ダグラスは黒人のコミュニティを設置することによって、その島々をアメリカ合衆国と合併しようとする勢力への防波堤の役目を果たせると考えたのだ。目的地に着いた時に失望させられた逃亡者たちも数多くいた。イギリス領では奴隷制は廃止されていったものの、人種差別はありふれていた。 到着した土地で仕事を手に入れることも困難だった。しかし、ほとんどの黒人たちはその場所に居続けた。アッパーカナダに亡命した2万人中、たった2割の人が米国に帰国した。南北戦争が始まったことで、他国に亡命していた数多くの黒人たちが、連邦国軍の兵隊に重募し、その後カナダに戻った黒人たちもいた中で、たくさんの黒人が米国に残った。 また数千人もの黒人たちが終戦後家族や友達と再会するために南部の州に戻っていった。ほとんどの黒人たちが奴隷解放や再建時代の動きのもたらす未来に希望を持っていた。今日のカナダの人々は自分たちの国が米国からの奴隷たちの避難場所であったことを誇りに思っている。彼らの国が近隣の国で存在を否定される人々に自由を 持たす場所であると考える人もいる。オンタリオ州にはそのような心情をもとにした建造物が数多く建てられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。